する TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、私すする本日もねボートレース戸田の生配信に出演してきたんですけれども、結果は惨敗ということで、ほんとなんか何回やってもね上手くならない。まあ運とかももちろんあるんですけど、まあ何回やってもこうまあ負けちゃってはいるんですけどね。でもやっぱりこうボートレースっていうのはねめちゃくちゃ楽しいんですよ本当にやってると。ただこの負けてしまったね心を癒してくれるラーメンが必要なんじゃないかということで、こちらです。ドン。 JR 戸田駅から徒歩10分くらいのところにあります濃厚味噌ラーメン味噌道場戸田支部さんにお邪魔してます。こちら味噌道場さんは2018年オープンのお店で、もう名前の通りねがっつり系の濃厚味噌ラーメンがいただけます。本日はね金曜日ということで辛味噌ラーメンをがっつりとライスもつけてすすっていっちゃいましょう。レッツゴー。さあというわけで、まあボートレース帰りなんでね、本来は戸田駅からの方が近いんですが、本日は、戸田公園駅から向かっておりまして、結構ね長いんですよ。まあ 1.2、3キロぐらい、まあ歩いた方がやっぱりラーメンは美味しく食べられるんじゃないかということで、まあ、ちょっと道中もね長いんで、皆さんからいただいたコメントをねちょっと読ませていただきたいと思います。 MY さん、サブチャンネルだけど一番面白いシーンで字幕機能を使ったらチョホコレしか翻訳してくれなかった。チョホコレパンパンパキーン。なるほどね。一応ミッドナイト TV っていうサブチャンネルもやってるんですけども、あの結構すする TV っていわゆるその擬音を使うじゃないですか。ポヒョーンとかチョメメーとかウヒョーとかなんかそういうのやるじゃないですか。なんかもしいい擬音あったら教えてください。もう僕らもう擬音出しすぎてもう擬音がないんですよ。もう本当にあの皆さんからちょっといい擬音があったらぜひぜひコメント欄にお寄せください。あと結構ねやっぱラーメン屋さんリクエストのコメントはもう本当いろいろ今までもたくさんいただいてて、もちろんあのコメントいただいてそれで行ったってお店も結構あるんですけど、結構前からねコメントをいただいてるのが、ソーダさん、千葉県松戸にある高尾の味噌ホルモン食べてください。これ行ってみたいんですよね。まあ夜しかやってない結構あの背脂がドチャッとかかった味噌ホルモンラーメンとかつけ麺とかが有名なお店なんですけど、高尾ちょっと行ってみたいですね。あと RT さん、ラーメンショップ二つ橋店のネギチャーシュー麺をぜひ。二つ橋店はね多分神奈川のお店なんですよね。神奈川のラーショーで行ったら以前行ったのがあのラーメンショップ泉中央店なんですが、まあこちらの二つ橋店のこのネギチャーシュー麺ねもう絶品らしくて、結構いろんなラーメン YouTuber というか、まあ僕ですけどねラーメン YouTuber 僕ですよ。まあ他のラーメン YouTuber の方々もね、別に1000倍特許とかじゃないんでね、あの他のラーメン YouTuber の方々もね結構行ってらっしゃったのですごく行ってみたいなと思ってるお店ではありますね。そして安藤さんからもいただいてます。する TV7 周年おめでとうございます。ありがとうございます。松戸マルキってね、マルキは20周年を迎えましたということでね、マルキさんね実は結構前なんですけど行ったことがあって、もう5年ぐらい前かな。まあ、煮干しラーメンとねチャーハンが非常に有名なお店なんですよね。でもその時断られちゃったんですよね、マルキさん、ちょっとうちは動画はちょっとみたいな感じで。まず今ならもしかしたら行けるかもしれないですね。ちょっとまた改めて、ね、アポを取り直して行ってみたいなと思います。そしてマルキさんで修行されたという煮干しだし醤油ラーメンカツラっていうお店が千葉にあるんですけど、カツラの煮干しラーメンそしてチャーハンはもう絶品ですね。本当にめちゃくちゃ好き、本当にうまい、うん、また食べに行きたいです。本当に店舗リクエストはね本当毎日のようにたくさんいただいて、 ST さん大桜行って、大桜も行けてないんですよ本当に。これ家系ラーメン、都内の家系ラーメンの店、都内だったっけ神奈川だったかな、家系ラーメンの店なんですけどね、大桜も行けてないな。もちろんねこう雑誌に載るようなすごく有名な新店だったりとか、まあ、そういうところやっぱり優先的に行きたいなと思ってるんですけど、まあ、大桜みたいなこう地域密着型的なね結構昔から地元の方に愛されてるお店とかも、まあ、漏らさずちょっと行っておきたいなっていうのはありますよねやっぱり。そしてマルピーさんからコメントいただいております。みんないいねボタン押してる？遊びじゃないんだよ、遊びじゃん。とのことでマルピーさんはね私すするスタンドバイラーメンっていうラジオ番組をチーム内でやってるんですが、そこにもたびたびコメントをくださる方で、めっちゃ謎のキャラしてるんですよねこの方。まあまあ僕も高評価とかいいね押していただけると非常に嬉しいので、ぜひぜひよろしくお願いします。まあ、そんなコメント返信なんかも挟みつつね、いやもう本日僕朝から何も食べてないんですよ本当に。本当に何も食べてない。まあなんかケータリングみたいなちょっとしたスティックお菓子みたいなの食べましたけど、本当に何も食べてなくて、今日めちゃくちゃお腹減ってるんで、もう今味噌道場のね、まあ、パンチのある味噌ラーメンぴったりなんじゃないかっていうところで向かっております。はい、まあ、ギャンブル後のラーメンってもう勝っても負けてもうまいですからね、どっちにしろめちゃくちゃうまいんで本当。まあ、それだけでねすごい楽しみなんですけど、ちなみに今日のボートレースの配信は平成のぶしこぶしの徳井さん、そしてねグラビアタレントのミリイチカさんと一緒にやってきまして、徳井さんすごい優しかったし、あとめっちゃギャンブル好きっぽい雰囲気でして、すごい気が合いそうだなとは思いましたね。結構ラーメンも好きで、それこそ中本がすごく好きみたいで、結構中本トークに花が咲きましたね。ミリイチカさんはもうすんごかったですね、もう目のやり場に困りましたね本当ね、うん。というわけで味噌道場さん到着しました。めっちゃお腹減った、超楽しみです。早速すするに行っちゃいましょう、レッツゴー。さあ濃厚
光味噌ラーメン味噌道場戸田渋さん初決です。今日は金曜日ということで濃厚辛味噌ラーメンと食べ放題のライス&生卵をプッシュしました。最近ボートレース戸田での配信後にこの辺りのラーメン屋さんに行くのが定番化してきたので、戸田市近辺の美味しいラーメン屋さんの情報をお持ちの方はぜひコメントで教えてください。絶望しながらも店内にはしっしっかりと野菜を炒める香ばしい香りが広がり、テンション上がってライスをおかわりしすぎないように注意しながら待ってるぞ。こちらが濃厚味噌ラーメン味噌道場戸田渋さんの濃厚辛味噌ラーメンです。ズボーン、たっぷりなほぐし豚の山の上にドドンと辛味噌が乗り、ジャンクそうなビジュアルをしている。辛味噌ラーメンなのでたっぷりかかったラー油もうまそうだぞってことでいただきます。ではまずスープから。ソリン、一口目からパンチが強い感じではなく、意外とまったりまろやかな飲みやすいスープ。味噌味はライトで辛さもじわじわ体の芯からゆっくりと温めるタイプで、すきっ腹に無茶をさせずにまずはほっと一息つかせてくれる。道場破りに来たつもりが凄腕師範に言葉で諭され、そのまま門下生になってしまったキュンです。さあお次は麺とご対面、いい色をしているなと感謝したら、よっしゃスズルザリン、緩やかなウェーブを帯びた中太麺はじわからなスープと対照的な甘みのある風味豊かなもので、すすりごたえも十分。ライスにバウンドさせて少しずつスープを染みさせるしたたかさも見せながら、着々と次の一口をすすっていく。味噌ラーメンを味噌ラーメンたらしめる相性の良さで、川の流れのように止めどなく味噌に染まるだけ。ではそろそろあれやっちゃいましょう。スープをたっぷりまとったほぐし豚をパクリ。味がしっかりと染みていてご飯との相性が非常に良い。めちゃくちゃ米が進んで、それと比例するように麺も進むというウィンウィンな状態になってきました。それではさらに勢いをつけるために上に乗っていた辛味噌を全体に溶かしてみましょう。すると塩分濃く辛さが格段にアップし、むしろこの辛味噌を溶かしてからが本領発揮といったところ。ちなみにスープには背脂も浮いており、動物系のコクと甘みもプラスしてくれて、こちらは麺だけでなくライスとの相性も良い。そしてじわじわとした辛さは徐々に表面に現れていき、やがて汗も流れ出して米の甘さを如実に感じることになってきます。そんなわけでここでライスをおかわり、食べきれる量をおかわりしましょうね。というわけで中央に卵ポケットを作り、そこにはもちろん生卵をポン。そうです、私は今 TKG を作っています。さらに上から辛味噌スープをかけて辛味噌 TKG の完成。お味の方はうめい。辛味噌スープがナイスアクセントとなった最高の TKG でズルズルと飲むようにかき込んでいく。皆さんもこっちのズルズルズに入りませんか。てな感じで気がつけば汗は滝のように流れ、外の寒さも何のそので、体の芯からポカポカ。やっぱりもう冬もすぐそばまでやってくるこの時期、刺激的な辛さもいいですが、じわ辛味噌がぴったりだと思います。残った野菜や TKG もしっかり食べて本日も完食です。大変美味しくすすれました。辛くない味噌やバターコーンもあるので、今度はそちらもありかもしれませんね。それではごそれ、はい、ごちそうさまでした。いや、濃厚味噌ラーメン味噌道場戸田渋さんに行ってきたんですけれども、いや、うまかったですね。そしてお腹いっぱいですね。いや、もう大満足でした、本当に。今回ね、辛味噌ラーメンにしたんですけれども、結構ね、表面にたっぷりとラー油が貼られていて、さらに上に辛味噌も乗っているので、まあ、最初の一口はね、まだこうじわじわ辛いって感じだったんですけど、途中から辛味噌を溶かしながらすすっていくと、結構辛くてね、そして味も濃厚になるんで、徐々に徐々にこうじわじわと体の中から温められているような、そんな味噌ラーメンでした。麺はね、味噌ラーメンにぴったりの中太麺で、辛さもあるんですけど、甘みもある味噌スープをしっかりとこう絡めてくれて、もちもち食感でね、スタンダード中太麺でした。スープに浮いてるあの甘みのある油とか、あと刻み玉ねぎとか、さらにほぐし豚なんかもほんとライスとの相性ぴったりで、まあ、さらにライスにはね、もう生卵も相性バッチリで、卵かけご飯にして辛味噌のスープをしっかり入れて食べると、もうあれ箸が止まらなかったですね。もうほんと飲める卵かけご飯でした。店員さんたちもね、もうまかないでも辛味噌しか食べませんみたいな感じだったんで、まあ、もちろんね、看板メニューは濃厚味噌ラーメンではあるんですけど、いや今回ね、辛味噌ラーメンすすれてほんと最高でしたね。いや、しかしね、ボートレースで負けた後の収録ではあったんですが、やっぱりラーメンは美味しかったですね。でもちょっとボートレースいつかガチッと勝ちたいですね。ごちそうさまでした。それではスルの公式キャッチフレーズ、
濃厚味噌ラーメン味噌道場戸田渋さん、食べるカイロや体の中から温まってくる感じ、よかったですね。